いいところ。信州のいいところ。お題。いいすごいですね。いいですね。お題が。信州のいいところ。じゃあ次はこっちから、鈴田選手から。ファイブタッチ内。このジャッジは僕自身ちょっと難しいので、はい、皆さんの拍手でジャッジです。皆さんの拍手でジャッジ。だから、え、何それってなったら、シーンってなると思う。OK。じゃあ、ファイブタッチ内でお題いただきました。信州のいいところリフティング対決。それでは、あ、じゃあ、ファイブタッチ以内。え？ファイブタッチ以内。ファイブね。5タッチ以内。はい。それでは、2回戦、いきたいと思います。特産物とかでももちろんいいよ。特産物も OK。さあ、どんだけ信州を知ってるか。いきます。それでは2回戦、よーい、スタート。蕎麦が美味しい。蕎麦が美味しい。拍手。公園がいっぱいある。公園がいっぱいある。湿度が低い。なんで？湿度が低い。自然がある。自然がある。山が綺麗。山が綺麗。一緒や。四。みんな優しい。みんな優しい。三。四。スキーできる。なんで？スキーできる。スキーできる。雪いっぱい。雪いっぱい。フルーツ一緒。フルーツいっぱい。フルーツいっぱい。オッケーオッケーオッケー。山もいっぱい。山もいっぱい。山いった。見てない見てない見てない。四。あーっ、何今俺に言わんといて。レフリーはレフリー、ななみさんやな。ななみさんに今すみだ、すみだ、言ったとか言わないとかそんな小さい人間に育ってないから。あー、すごい。